昇格戦が勝てねえ。大きい声でスプラトゥーンあるあるを言う大会。かれこれずっとやってますがなぜか昇格戦だけ勝てません。昇格戦以外は5連勝するのに昇格戦だけ3連敗。なのでもう昇格戦の動画は諦めて普通にやります。皆さんやったろう。私がこれ以上上に行くには、本格的にゲッパをラインマーカーで仕留めないと現実味がなくなってきた霊夢よ。おいっす。そんな人間離れしたことできるなら普通に練習したらいいんじゃないですかね。多分メインの練習の方が刺さると思いますよ、とマリサだぜ。さてというわけで世間からは史上最悪のステージと名高い、ラインマーカーのオアシスタラポートにやってきました。マジでこのステージ人気ないよな。ラインマーカーミストからしたらこれ以上通るステージないんですけどね。まあ、ヤグラは正直やりたくないけど、エリアだとかなり強く出られるからそれを見せていこうかしらね。今この位置すごくラインマーカーが強い場所なんですけど、こうやって突き上げが簡単なんですよね。だから投げ続けるのも強くないので、撤退した相手に対してまっすぐ投げてあげて、引っかからないようであれば真下に打ち下ろす。これができるだけでタラポートの右ルートは完全に封殺できます。裏取りなんかもここから来るから普通に見れるとグッドですね。抑え込めばいいっていう話は、私ってただから抑え込めないの。世間的にうまいとされている動きは全然できないけど、それでも絡めてでなんとか環境に食らいつく。それが私の今のスタイルになってるからね。でも人数有利取ったら詰めていきますよ。ラピデコは一気に近づいちゃえば怖くない？まあエリデコ使ってる身からすれば詰められると嫌なのは同じってことか。エリデコだと即死コンあるから近づきたくないですね。近距離対応武器ですもんね。ジムが怖すぎて詰める展開まで持っていけなかったわ。でもエリアの確保は十分だからこのままうまいこと守っていきますか。あ、左から入り込まれそう。一応投げておいたけど全然すぐに帰ったわね。にしてもそこのシャープの人すごいな。一人でめちゃくちゃ抑え込んでるじゃねえか。私もあれくらい戦えるようになるまでいろいろ練習しないとダメね。いや本当にすごいな。この人数ミリは活かしてなんとか詰めていきたいって感じかな。それなら私も前に出て力になりますよ。3日目としてね。もはや前に出ないで待ってた方が断然良かったのでは。だから言ったでしょ、前に出るの苦手だって。でも詰め時なら行かないとね。向いてなくてもやらないといけないから。さて霊夢の3日目も虚しくエリアは相手が確保。タラポート名物の抑え込みの状況にならないといいが。結構倒されてまずいわね。いやでも近くなら倒せる。うわマジか最悪。お、そこに潜伏してくれてるのはでかい。倒されないようにガンガン生徒買って飛び出してもらいましょう。当たれば儲けの精神で壁ロール。これはナイスカバーしてもらえたな。おまけに神まで溜まったからこれはそのまま一気にエリア取り返しましょう。ダブル神タンクで相手に絶望を押し付けてやろう。これはもう相手発表間違いなしだな。やった私もさすがにかわいそうだと思った。見事な連携と神の低圧力でエリアを再び奪還。シャープの人も得意なポジに入ったな。ああ、カバーしに行ったけど間に合わなかった。戻ってくるまで私がなんとかここで頑張りましょう。ジムがいないのであれば全然射程勝負してもいいと思うし、ラピデコは大丈夫。よしよし、一旦ここは引いておこうかな。はい。なんだよ、もうまたかよ。うわぁ。ゴム一つで楽しそうですね。ゴムで私を狙う届き者はどこのドイツだ。貴様か、全然関係ない位置でした。まあひとまずこれで許しておいてやろう。ただっちり可愛くすぎるだろ。横から入り込んでくる敵の様子もなさそうだから全然キープできたのか。おのれさっきはよくもやってくれたな。え、ちょっと待って逃げ切れちゃうのは聞いてないんですけど、なんかお前を曲られてね。そ、なんだあのブロック、絶対いらないだろ。私はここからの曲者を絶対にやめないからな。一生私に張り付かれる恐怖を味合わせてやるわ。おおお、降りてくるとは常に勝負する。すいません、マジ勘弁してください。ちょっとバニアだけは本当にもうかっ。あ、なんか終わった。というグラフで相手の兵とを買うっていう戦法なんですわ。後付け実況は便利でいいね。やめてそういうこと言うの。
それじゃあ CNA で元気いっぱいになったところで2戦目行くわよ。ルールは変わってガチあさり、ステージはゴンズイ地区だぜ。実は今日テンション低すぎてめちゃめちゃ編集する気がありませんでした。そうだったの。いつもはそんなことないんだけど珍しく全然やる気になれなくて、今日はお休みにしようかなとか頭をよぎったんだけど、もうこんな対応に CNA いただいたのを見ちゃったらそりゃもうやる気もバリ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 ズドンって感じに編集のやる気が止まりませんでした。倍速用なのこいつを許すな。バリズドンの説明を先にしてと、そんな感じで動画投稿のモチベにまで直結してるレベルに嬉しいので、たくさんいただきまして本当にありがとうございます。むしろ一人の紹介分が少なくなってしまうのは本当にごめんなさい。本当は一人一人にお礼を回していたいぐらいなんですが、そんな気持ちだけでも伝わっていただけると本当に嬉しいです。というわけで昇格戦負けまくって心に捨てたけど、見事にやる気を取り戻した私の力を見せてあげようかしらね。戦況としてお互い前線は2対2ぐらいか。ガチアサリはできたんだけどリッターが見てるから行くに行けないのよね。うわあ、びっくりした。完全にリッターに気を取られて全く見てなかったな。この前怖い夢見て敏感になってるから急に出てくるのほんとやめて。何怖い夢って。いやなんかよくわからないけど夢の中で知らないホラゲーやっててさ、急にバンみたいな怖いシーン来て心折れたからゲームを閉じたのよ。それなのに勝手にそのゲームが再起動して怖いシーン永遠に流され続けるっていう地獄みたいな夢。お前の夢かわいいな。おかげで家の外で子供たちが楽しそうに遊んでる声にびっつくし、トラックのクラクションで飛び上がっちゃったり、楽しそうな人生ですね。あと怖くて最近まともに眠れていません。昨日は寝つくまで6時間かかりましてほぼオールです。その笑顔の方がホラーだわ。冗談半分でホラゲやってみようかなとか思ったことあったけど、こんなに健康被害出るなら絶対やらないわ。しかも夢で見ただけですもんね。なので面白半分で私にホラゲをやらせようとする人たち、間接的にしね、動画投稿やめろと言ってるもんだと自覚してください。赤スパ飛んできたら10秒だけやるホラゲ配信だったらちょっと考える。1時間やるだけで360万だぞそれ。マジかよ、ちょっと夢あるな。さて、いらね話してる間にアサリがしれっと入りました。リッターの引き付くつもりだったけど普通にためなし当ててきたわ。後ろのスクスロもついてガチアサリを投入。さすがにこれ以上はしんどそうかな。いやほんと倒されないリッターがいてくれるのは心強い。人間ビーコンっていう言い方悪いけど本当いてくれるのは助かる。ずっと見てくれてるおかげか相手もカウンターの様子はないな。よしよし動かなかった状況から先に決められたのはでかい。状態変わるまでは守りの様子でいいかな。塗り状況も普通に良さそうだしもはや攻めていく理由もない気がするわ。トルネード一発飛んできて状況変わりそうですね。絶対誰か詰めてくると思った。トルネードに紛れて突っ込んでくるのは結構あるあるだから、エイム置いておくと倒せたりするわね。おっとっと、そんなところにいたのか。あと一人も突っ込んできそうな気がするけど、予想通り突っ込んできたな。しかもそれどころかアサリまで持ち込まれてるな。でもよかった、なんとか倒してくれた。モミジは敵陣内にいるみたいだからひとまずはこれで大丈夫。またまたリッターのところにありがたく飛ばさせてもらうわ。カウントリードしてる大前として余裕とまでは言えない状況。できることならあともう一回くらいカウント多く取れるといいんだが。それで隠れたつもりかな。平気で反射当てるやんこいつ。入り組んでる地形での射線切りはもはや今の私には通用しないわ。ラインマーカーを直線にだけ投げる時代はもう終わった。今後は反射もバッチリ活かしていきましょう。マジでサクサク当てるじゃんこいつ。発売からもうすぐ1年が経とうとしてる今、ようやく運営の想定するラインマーカーの運用にたどり着きました。開発段階でこれを要求してきてたって頭おかしいだろ。さて塗り状況もバッチリでアサリの状況も完璧ですが、リッターがガン見しているためどうやっても中に入っていけません。そういう時はどうすればいいのでしょうか。どうせラインマーカー投げるとかそういうこと言うんだろ。いいえもうそんな時代は終わりました。事故でも抜けない場所に潜伏して敵を倒していって、いやでもリッターに私のことを認知させます。敵に相手に向かって嫌がらせもしつつ、飛び出すタイミングめちゃくちゃ間違ったけど、ソナーを投げたということは攻撃はできないということ。そこを一気に詰めてガチアサリシュート。リッターの対策はどうしても倒すことばかり願いきがちだけど、一瞬の隙を突く方が私は得意。というか倒せるのであればそんな苦労してませんね。隙ついて入れたはいいもののそんなに状況が良くなった感はないな。むしろ相手にカウンターアサリプレゼントした形になってそうだが、いやこれで相手の進行を抑えたから落ちてるアサリを回収しましょう。塗り状況がかなりいいからアサリの位置もバッチリわかるわ。リッターに存在感だけアピールしておいてガチアサリ作っちゃいますか。この嫌がらせ絶対必要ないだろ。よし、みんなで持ってるからこれをなんとか押していきましょう。リッター倒してくれてる。これはナイスすぎる。そのままヘイトまで買ってくれてガチアサリ2人でシュート。一気に40点、残りの分を持ってこよう。リッターもガチアサリをぶち込んで残りカウント10。ノーキラスがアサリをぶち込んで終了。いやすごいなノーキラスの人。ヘイト買うどころか全員返り討ちにしてたわ。私もこんな感じでみんなの役に立てる動きしたいわ。それには日々鍛錬あるのみってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。